ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。あら、何見てるの？今年のお祭りはどこに行こうかなと思ってな。旅行雑誌見てるんだ。いいわね。全国各地にいろいろなお祭りがあるから、選ぶのも楽しいわ。花火大会も楽しそうだな。最近の花火はとっても進化してるしね。でも、そんな楽しい花火大会で危ない事故が起きたことを知っているかしら？なんだ？全然知らないぞ。お祭りには欠かせない、屋台で起きた事故なのよ。今日はそんな福知山花火大会露天爆発事故について紹介するわ。爆発事故なんて危ないな。早く教えてくれ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。事件が起こったのは京都府福知山市の由良川河川敷よ。ここではどっこいせ福知山花火大会という花火大会が毎年行われているの。1932年から続く、伝統的なお祭りね。そんなに長く続いているなら、知っている人も多いかもな。そうね、かなり有名な花火大会で、北近畿地区最大級の花火大会の一つなの。毎年10万人を超える人が集まるのよ。しかも、お祭りは花火だけじゃなくて、おみこしが出たり、灯籠流しなんかの催し物があるから、かなりの賑わいを見せるお祭りだったみたいね。盛りだくさんだな。それだけ人が集まると、屋台も多く出ていたんじゃないか？マリサ鋭いわね。屋台も300点くらい出ていたそうよ。おみこしや灯籠流しのイベントが終わった後、総勢6000発の花火が1時間半にわたって打ち上げられる大規模なお祭りだし、それに合わせて屋台もたくさん出展されていたのね。屋台爆発事故ってことは、どこかの屋台が爆発したのか？たこ焼きが弾けたとか。そんな生優しいもんじゃないわよ。この事故で、3人が亡くなって怪我をした人は56人もいるわ。露店も3つ燃えているの。ひえー。一体何があったんだろう。それじゃあまず、事件が起きた時のことを話すわね。事故が起きたのは2013年8月15日の午後7時半頃よ。花火が始まる直前、ベビーカステラの屋台を出店していた男性が発電機のガソリンが切れそうになることに気がついたの。花火が始まる前に買う人が多かったから、ガソリンを追加しないと、と思ったのね。男性は急いでガソリンを入れようとしたんだけど、ガス抜きをして細心の注意を払わなければならなかったのに、ガス抜きをしなかった。ガス抜きをしないとどうなるんだ？ガス抜きをしないと、中にあるガソリンが吹き出すことがあるのよ。だから定期的にガスを抜かないといけないの。しかし男性はガス抜きを忘れていたのか、焦って大丈夫だと思ったのか、そのまま蓋を開けてしまった。そのせいで携行缶に入っていたガソリンが周りに吹き出してしまったのよ。危ない。周りには屋台やお客さんもいたんだろう？ベビーカステラの屋台があった場所は、ちょうど花火が見やすい位置だったのもあって、周りには屋台やお客さんがたくさんいたわ。ガソリンは屋台やお客さんにかかってしまったの。そしてついにお店のコンロに引火して爆発。その炎は、ガソリンがかかった人たちや屋台にも引火していったの。ガソリンによる爆発。かなり危ないんじゃないか？ガソリンに引火すると、普通の火災よりも速いスピードで燃え広がるの。ガソリンの液体が燃えるんじゃなくて、気化したガソリンが燃えるから、空気が広がったところまで燃え広がる仕組みよ。吹き出したガソリンが爆発したなら、かなりの広範囲に炎が広がったと考えて間違いないでしょうね。恐ろしい。瞬く間に花火会場は大パニックになったわ。何人ものお客さんが、暑さに耐えきれずに川に飛び込むという事態に陥ったの。さらに1回目の爆発から数分後、2回目の爆発が起こったのよ。周りの屋台に引火したのかもしれないな。それだけ密集していたら、燃え移っても不思議じゃないんだぜ。しかも会場は10万人を超える人たちで賑わっている状態。爆発が起きてもすぐには逃げられないし、密集していて身動きも取れない状態でもおかしくないわ。屋台も所狭しと並んでいて、避難が遅れる原因の一つだったのよ。もちろん消防隊もすぐ駆けつけ、救急車や救急隊員も駆けつけたわ。だけど会場は大混乱で、本来現場で行うはずのトリアージが行えないくらいだったの。トリアージ？災害現場のニュースとかで聞いたことないかしら？事故や災害で同時に多くの人が怪我をした場合、怪我をした人の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送をするために、治療優先順位を決めることよ。重症な人から赤、黄色、緑の色を使うわ。死亡している場合は黒色よ。それが現場で行えなかったってことは、本当にみんながパニックだったってことだよな。人も多いし、救急車も奥まで入ってこられない。屋台や人が多く、負傷者の搬送が遅れてしまったわ。想像以上にかなり過酷な現場だったでしょうね。だけど、なんでそんな爆発事故が起きたんだ？ガソリンってそんなに勢いよく吹き出すことってないよな。確かに車にガソリンを入れる時なんかには、吹き出すことはないわよね。だけどこの事故が起きた原因は、完全にガソリンの管理ミス。ガソリンの取り扱いに気をつけていれば、起こらなかった事故なのよ。
今からは、どうしてこの事件が起きてしまったのか説明していくわね。管理ミス、嫌な予感がするぜ。事故のあった当日、お祭りが始まる前から屋台の人たちは準備を始めていたわ。その中にはあのベビーカステラ店の男性もいた。照明をつけるために発電機を使うんだけど、ガソリンはそれを動かすために用意されていたの。だけどガソリンが鉄板の近くにあったら危ないから、男性はガソリンの入った蛍光管を少し離れた場所に移動したの。いいことじゃないか。引火したら大変だからな。問題は移した場所よ。彼は炎天下にガソリンが入った蛍光管を置いてしまったの。男性は以前していた仕事で、親方からガソリンは絶対に日向に置いてはいけないと聞いていたのに、それを忘れていたのね。どうして日向に置いたらいけないんだ？実はガソリンはマイナス40度でも気化するものなの。そして温度が上がれば上がるほど気化する量は増える。さっきも説明した通り、ガソリンは液体が燃えるんじゃなくて、気化したものに引火してしまうのよ。つまり蛍光管の中ではどんどんガソリンが気化していったのね。マイナス40度でも気化するのに、炎天下に置いたら、ものすごい勢いで気化することは間違いないわ。実際に実験で、蛍光管にガソリンを入れて日向に10分置いただけでも、ガス抜き栓を緩めると気化したガソリンが吹き出すの。気化したガソリンは蛍光管の中に蒸発したガソリンの気体が増えるから、圧力がかかって蓋を開けた瞬間に吹き出すことがあるのよ。だから必ず蛍光管にはガス抜き用のネジがついているってわけ。なるほどな。でもどれくらい男性は炎天下に蛍光管を放置してしまったんだろうか。なんと事故が起こる直前まで放置されていたみたいなの。4時間以上も炎天下の下に蛍光管は置いてあったのよ。炎天下にさらされ、しかも発電機側に置いてあったもんだから、発電機から出る熱風も当たっていたってことね。炎天下プラス熱風、蛍光管の温度は想像以上に上がっていたわ。男性は蛍光管に気がつかなかったのか？露天商にとってお祭りは稼ぎ時だから、そこまで気が回らなかったのかもしれないわね。炎天下に置いたことに気がつけば、ガス抜きすることに気がつけば、こんな悲惨な事故は起きなかったかもしれないわ。安全確認の重要性が浮き彫りになるな。事故に巻き込まれた人たちは大丈夫だったのか？たくさんの人が重傷で、病院に担ぎ込まれたの。病室には焼け焦げた匂いがするくらいだったそうよ。現場でトリアージできなかった分、負傷者を大型バスで一気に病院に搬送したみたいね。この爆発によって3人が全身やけど、3度熱傷を負うなどして死亡してしまったわ。3度熱傷？やけどの深さは大きく分けると3段階に分けられる。1度は表皮まで、2度は真皮まで、3度は皮下組織まで障害が及ぶわ。搬送され後に亡くなった少年は、3度の重傷で、神経まで焼けてしまっていたそうよ。想像するだけで痛そうだぜ。重傷者のほとんどが、2度もしくは3度のひどい火傷で、入院を余儀なくされてしまったの。火傷は治ったから肺換気というわけにもいかなくて、あとは残ってしまうし、うまく足が動かなくなってしまった人もいるわ。火傷による後遺症が残ってしまった人も多くいるの。ガソリンの爆発って怖いんだな。後遺症が残った人たちは大丈夫だったんだろうか？今も通院している人もいるみたいね。だけど問題は体だけじゃなかったの。賠償金問題も持ち上がってきたのよ。賠償金って、被害に遭った人たちにごめんなさいするお金だよな。何が問題なんだ？実は事故を起こした露天商組合が加入していた損害保険の上限はわずか1000万円だけだった。どう考えても足りないわよね。亡くなった方が3人、怪我をした人が56人いるから、単純計算で16万くらいだ。足りないどころの話じゃないぜ。花火大会として加入している保険は10億円まで支払いが可能だったみたいだけど、それはあくまでも花火大会の実行委員会に問題があった場合だけ。今回事故を起こしたのは屋台の男性だから、実行委員会が起こしたものじゃなく、支払いが適用されなかったのよね。そのため、実行委員会の福知山商工会議所が自己資金として、医療費などの保証をすることになったわ。それでも6000万円ほどしかなくて、全然足りなかったの。その結果金融機関から借り入れをするしかなかったみたいね。加入している保険も当てにならないなんて。事故に対する備えが全然足りてないぞ。事故から1年以上経過した2014年8月、犠牲者2人の遺族を含む被害者17人との示談が成立したという報道があったわ。示談金は総額1億3000万円で、商工会議所の積立金や支援金、金融機関からの借り入れが当てられたの。でもこの時点ではまだ犠牲者1人と、残りの負傷者との示談は成立していなくて、交渉は長引くことになるの。ここで示談成立した人は、1人760万円くらいね。亡くなった人のことを思えば、安すぎるんじゃないだろうか。そうね。人の命はお金では買えないというけれど、それにしても安すぎると思うわ。その後最終的に2018年の春に最後の示談が終わったの。4年半もかかる、
長い戦いだったわね。少しでも被害に遭った人が納得できる結果だといいな。そういえば、事故を起こした男性はどうなったんだ？事故が起きた時、あの人がガソリンの蓋を開けているし、かなり危険な場所にいたんじゃないか？その通り。彼も重傷を負って病院に搬送されているの。ニュースが報道された時は、まだ意識不明の重体で、もしかすると死んでしまうのではないかという状態だったらしいわ。最悪の場合、被疑者死亡のまま書類送検になる可能性もあったのよ。事故を起こした人が死んじゃうと、原因もわからないし、なんとか回復してもらわないと困るぜ。少なくとも、当時すぐには聞き取り調査もできないような状態だったみたいね。起訴できるか不起訴になるか、誰にもわからなかったのよ。でもなんとか男性は回復し、2013年10月2日に業務上過失致死傷罪の容疑で逮捕されたわ。同じ年に遺族負傷者とその家族によって被害者の会が発足。初公判では男性は全面的に起訴事実を認め、謝罪と弁償に今後の人生をかけていきたいと話したの。回復してよかったけど、針のむしろだろうな。自分だって重傷だし。その後男性には2014年3月27日、禁錮5年の実刑判決が下されているわ。ってことは、もう出所しているんじゃないか？刑務所内で問題を起こしてなかったら出てきているでしょうね。だけど事故の被害者や遺族たちには、直接の謝罪はされていないの。手紙を送るとか、方法はいくらでもあるのにね。それはひどいな。一言もないなんて。裁判での謝罪はポーズだったのか？そう思われても仕方ないわよね。さらにこの事故による影響は全国各地にも飛び火したわ。全国の花火大会の会場が、何かあった時に対応できないと自粛するムードになったの。そしてこの事故により、1932年から続いてきたどっこい瀬福知山花火大会は廃止になってしまったのよ。この事故のせいで、いろいろなところが大変な思いをしたんだな。さらに消防庁は自治体に対して、火災予防条例を改正するように通知したわ。大規模な催しでは、主催者らに防火計画の提出を義務付けるように促しているの。それを受けて2017年8月までに、全国732消防本部のうち720本部の関係自治体が条例を改正しているのよ。国が動くほどの影響があったのか。本当に、こうした事件が二度と起こらないことを心から祈るぜ。というわけで、今回は福知山花火大会爆発事故について解説してみたわ。ガソリンの恐ろしさがわかる事件だったな。事故は日頃から気をつけていないと、ある日突然起こるものなのよ。特に危険物を扱うときには、みんな気をつけてほしいわね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。